こんにちは、やかみです。ということで、移動になったんで、Vlog やっていきたいと思いまーす。昨日の夜からさ、めちゃくちゃ体調が悪くなって、ほんで今日はさ、もう丸一日さ、ちょっと休んどったわ。俺さ、体調が悪くなると、体調が悪いっていうか、疲れが溜まったりとか、なんかストレスかなんか知らんけど、なんか口ん中がさ、なんか水ぶくれみたいなやつができるんだわ。ほんで、なんかご飯も食べれんぐらい痛くなって。ほんで、一番最初の頃は、なんかそんなことなかったからさ、歯が痛いがや、みたいな。歯がさ、めちゃくちゃ痛くて、なんか寝れないみたいな、あるでしょ。あんな感じになるんだわ。ほんで、一番最初の頃はもうこんなの絶対歯医者や、もう死ぬとか言って、イブとかさ、ロキソニンとか、痛み止めを飲みまくって、ほんでなんとか寝て、で次の日歯医者行こうっつって雇ったんだわ。そしたらさ、それでなんか削られたりさ、なんかしたわけ、歯医者で。なんか腫れてくるもんで、歯茎が。なんか、なんていうの、噛み合わせがなんていうの、高くな、なんていうの、歯が上がってさ、腫れて。でなんか噛み合わせがなんかおかしくなるとか言って、なんかそんな感じで、だけど歯医者行ってそれ削ったはいいけど、その症状が治ったら今度削っちゃったもんで隙間ができちゃうみたいな。昔はなんかそんな感じだったんだわ。だけどある日気づいてさ、俺これ体調が悪くなるとこれになるんだなとかと思って、その歯茎が腫れるっていうか、なんか水ぶくれみたいなやつが出てきて、まあ、一箇所の時もあるし、なんか右も左も出てくる時もあって、そういう人っている？なんか疲れたら歯が痛くなるっていうか、歯茎が腫れてくるみたいな、そういう人っているのか。俺それネットで調べたんだけど、なんかストレスですねぐらいしか出てこんのだわなんかそんなんなのと思って、ストレスでと思ってさ。で昨日の夜からそれになって、もう昨日の夜寝れんのも痛くて痛くて、でまあイブ飲んで、バファリンかなんか知らんけどあれ飲んで、でちょっと落ち着いたものちょっと寝るけど、また朝ぐらいから行って、でも起きるわけで、またイブ飲むわけだけど、なんかしばらくさ気管でしょ。でまたちょっとしたら痛みが落ち着いてきて、でももう起きちゃったもんで寝れんでしょみたいな。ほんでさ、結構なんか関節とかも痛くて、ほんで熱測ったんだけど、そんなのないんだわ。 37.1 とかないんだね。これはやべえと思ったよね。これがね、あれなんですよ、一人暮らしの時のさデメリットなんだけどさ、誰も何も買ってきてくれんでしょう。だもんでちょっとだるいけど、とりあえずもう髪の毛ボッサボサのまま杉薬局行ってさ、一応なんかもうよくわからんけど、風邪薬となんか栄養剤と、あとビタミンのなんか CC レモンみたいな、なんかよくレモンのなんか、とりあえずなんかよくわからんもんで買ってきて、俺全部飲んで、おいでもう一回寝れたんだ、昼ぐらいから。ほんならもう6時ぐらいまで寝とってさ、夕方の。ほんならなんか起きたら、なんかちょっと水ぶくれみたいなやつもなんかちょっとだいぶ減ってきてさ、ほんで俺いつもだいたいそういう風になると半日で治すんだわ。それもなんか今年俺あんまそういうのないでしょ、体調崩したとか。多分これ Vlog 雇ってを見返しても多分ないと思うんだけど、今年結構順調にさ、なんか病もやらずに生きてきたんだけど、ここに来てなんか疲労なのかストレスなのか知らんけどさ、もう昨日の夜からむちゃくちゃ痛くて、でむちゃくちゃなんか寝れんくって、でなんかちょっとずれちゃった。で夕方の6時ぐらいまで寝とって、そしたらなんかちょっと良くなっとって、でまたそっからなんかダラ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 ヨギボでさヨギボってあるでしょ、人間をダメにするクッション、ヨギボでさズダーンってやって、俺まあなんか携帯でツイッターとか見たりとかしてさ、んで10時ぐらいになってだいぶ良くなってきたもんで、今風呂行ってさ、なんかさて体調悪くなると大体俺風呂行ってサウナ入ったら治るもんで、いつも
だもんで、とりあえず薬飲んでダラダラして、ヨギボでダラダラして、ほんで何もせずにさ、ただ携帯でツイッターのいいねとかリツイートとか押すだけの一日で廃人みたいな。ほんで今風呂行ってサウナ入って帰る時だけ、途中だけど治った、完璧だから俺本当にさ、体調悪くなるサインがさ、口の中のどっかが腫れたりとかして歯が痛いみたいな感覚になるんですよ。でそれが来たらやべえと思って、とりあえず栄養剤とかなんかとりあえず飲みまくって、ほんで治るみたいな、なんかいつもそうなんだけど、なんか出てこないんだよね、その体調悪い、歯茎が腫れるとかってさ、検索してもさ、なんか出てこなくて、それはストレスですねみたいなしか出てこんもんで俺ストレスなのかな、まあいろいろありますからね、まあストレスもあるかもしれんけど。ということで今週はさ、俺東京に行くんだわ。で来週は大阪に行くんだわ。それも遊びなんですよ。遊びに行くんだよね。最近全然遊びに行ってなかったからさ、いいでしょたまにはと思って、今週と来週、まあむしろそのためにいろいろやってきた、頑張ってやってきたところもあるもんでさ、だから俺もちょっとたまにはさ、本当に休みっていう休みが欲しいんだけど、あんまないからさまあほんで疲労が溜まったんかな。まあだけどまあ約1日だね、今回1日かかっちゃったけどさ、復活するまでに。本当に昨日の夜とか朝方とかなんかもう助けてくれみたいな感じだったもんだけどすぐ治る、これ治って、だいたいさ、まあ労働基準法がどうのこうのとかさ、あの月に8回休みですとかなんかね、いろいろあるんですよ。あの28日の時もあるでしょ、1ヶ月で、あのなんだっけ、2月のなんとかのウルード氏みたいな、違う、なんかあるでしょ。で30日の時あるでしょ。で31日の時あるでしょ。その時はなんか日数っていうよりも月のなんか時間、だから31日の時は200時間ぐらいですよみたいな、なんかあるんだって。なんかその表をもらってさ、でこういう風に連続して働く時はなんか1週間以上働いたらなんかいかんとか、1週間に1回は休みを挟んでくださいとか、なんかまあいろんなルールがあるわけですよ。だから俺もそれにのっとってさ休みたいんだけどまあそうはいかんわね。休みっちゃ休みだし、仕事っちゃ仕事だしみたいな、前も同じ話したけどさ、なんか区切りがないんだわ。だから今日は休むぞみたいなさ、なんか欲しいなと思って、月に1回でいいもんで俺の場合。だから月に1回はさ、もう今日は休むぞみたいな作らんと、たまに買ってダウンしたりとかするもんでね。だけどまあダウンしても1日で治るか、もうめっちゃ入院するか、もう俺それどっちかなんだ本当に。なんか風邪ひいて3日休みましたとか全然なくて、まあ風邪なのか何なのかよくわからんけど、なんかちょっと体調悪いがやってなっても半日か1日で治る寝れば。それかもう2週間入院してくださいみたいな、もういつもどっちかなんだわ。だからまあ今回はさ、今年はさ、もう気合入れまくってさ、もうなんかいろいろやりまくってきたけど、ついにちょっとへばった、昨日へばった、だけどもう治ったということで、もう今から通常運転ですよ。まあへばった分さ、またやらなあかんことがいっぱいあるもんで、今もうサウナ行ってきたもんで1時半なんだけど、今からやりますよ。今日夕方ぐらいまで本当にだら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 寝とったもんでさ、なんか元気になったわ。だってまあ今日も寝とった分朝まで起きとるのは余裕だもんでさ、今からちょっと埋めていきたいと思います。経営者の人って病気になれんでしょう本当に。なんか病気になるとさ、いろいろもう一日空いただけですぐいろいろ遅れちゃうでしょう。だからその辺もさ、なんか病気になるかならんかも本当に経営者の自己管理能力だもんでさ、ちょっとやっちまったわ今回は。だからその分取り戻すために今日はやっていきたいと思います。マジで
なんなんだろう、むっちゃ痛いな、歯が痛くなるみたいな。俺絶対そうなんだわ。あれ、俺特殊なんかな。だけど逆に言えば、ちょっとなんか、いきなりむちゃくちゃ痛くならんもんで、ちょっと痛いなと思ったら、なんかビタミンなんとかとか飲んだり、なんか、リポビタン D みたいな、なんかあるでしょ、なんか、栄養なんとかとか、あとなんかゼリーみたいなさ、速攻元気みたいなやつとか、とりあえずあれ飲んで、あと直任、粉薬の。直任をなんか飲んどけや、とりあえず、そのままさ、何もならずに、過ぎていく時もあるもんで、だから、いいサインじゃサインなんだけどね、口の中が痛くなるやつは。だけど本当に昨日はちょっとそれをやったけど、乗り越えてて、超えてきてさ、それを。むちゃくちゃ痛かったもんで、ちょっと久しぶりにへばっとったわ。だけども、サウナってさ、無敵なんじゃないと思う、俺の中では。なんかサウナに入るとさ、そういうなんか悪いものが全部出るんじゃないって、これ。気の持ちようなんかな。まあ病は気からっていうし、気の持ちようあるよね。大丈夫大丈夫って思ったら大丈夫だし、やべえやべえと思ってたらやべえしみたいな。まあそんな感じで、ちょっと調子に乗っとったら久しぶりに体調崩しちゃいましたっていう話でした。でも全然もう大丈夫ですっていう話でした。ということで、最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。